Hey friends, welcome back to the channel. If you're new here, welcome. My name is Shuya. In today's video, I'm gonna ask Japanese people, when you hear the word foreigner, which country do you think of? I'm asking this because I got some comments like the Japanese people always talking about American people when it comes to foreigners. Then I thought it is kind of weird because there are so many countries in the world and Japanese people definitely know more countries. However, even for me, I've been to more than 10 countries, but I think I'm going to talk about American people. It is kind of weird, right? So today, we're going to review which country people imagine when it comes to foreigners and why. I hope you will enjoy it. All right, now let's get started. と聞いたときにどこの国の人を想像しますか？はい、やっぱアメリカの方ですかね。アメリカ白人の、うんうん、アメリカ人の方やっぱ想像パッと思いつきます。なるほど、はい、それって、はい、こう理由って分かりますか？やっぱ一番こうテレビとか見てても目にする国の方というか、やっぱ物心ついた時に外国人といえばもうアメリカの人っていう、そのデフォルト的な、そのハフルハウスとかも見てたので、この世には外国人でいたら吉田知しかいないんだなっていう、すり込みみたいなはいはい、はい、のがあるんで、やっぱそのアメリカ人っていうのが、やっぱテレビの影響とかが、はい、テレビの影響がやっぱ大きいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、どうですか？私もアメリカ人とかの方が一番思い浮かびますね、うんうん、やっぱりその昔からやっぱ私もフルハウス見たことあるのと、ディズニーチャンネルとかでもそういう、こうアメリカの人たちがそういうミュージカル系とかもそういう方が多かったから、そっちの方かなって思います。うん、やっぱりじゃあメディアの影響が結構強いってことですね、そうですね、はい、じゃあアメリカ人以外で、はい、外国人って言った時にどの国の人を想像します？個人的なことでいいんですか？もちろんです。私スペインの人。スペイン、はい、はい、それなんでですか？私スペインに留学してたんで、一番こう身近に触れ合ったの外国の方がスペインの方なんで、やっぱ外国の方って言ったら自分の中ではスペインの人もこう結構シェア、なんていうの、割合を占めます自分の中で、うん、アメリカ人、うん、関わりが深い、スペイン人、そう、関わりが深い、ナイス、関わりが深いから、関わりが深い、なるほど。ちなみにそのスペイン人のイメージって、はいはい、こうどういう人の国民のイメージですか？いや、もう全員陽キャみたいな、陽キャ、もうういみたいな、あ、全員陽キャだし、もう音楽かかればダンスしちゃうよみたいな、なるほど、本当にそんな感じのイメージですね。私イギリス人とかですか？イギリス人、はい、はい、なんでですか？あのスパイダーマンがすごい好きで、はいはい、トム・ホランドとかがイギリスの人、あとあのロキの役者さんもイギリスで、なんかイギリス紳士って感じのイメージが外国っぽいみたいな感じしますね、うん、じゃあ結構自分が好きだったコンテンツとか触れたもので、そうですね、はい、はい、影響受けやすいなって思います。そのイメージが残りやすいってことですよね、はい、そうですね、ありがとうございます。イギリス人ってちなみにどういうイメージですか？紳士、ジェントルマン、はい、はい、うんうん、まあ、でもそれは多分、まあ、映画とかだと思います。映画とかそういう俳優さんとかのイメージが強いから、実際ちょっとお会いしたことないので分かんないですね。外国人と聞いた時に何人を想像しますか？アメリカ人。アメリカ人、なんでですか？なんで、直感で、直感うちもアメリカ人。え、私もアメリカ人。アメリカ人、あの外国っていうと、まあ、いっぱいいろんな国あるしいろんな人いるじゃないですか。中でもなんでアメリカを想像するのかなっていう。え、海外ドラマの影響でです。あー、なるほど。海外ドラマが好きで、なんかフリンジっていうのとか、スーパーナチュラル、なんかそういう連続ドラマがアメリカ人が出てることが多い、うんうん、そのイメージで外国人って言ったらやっぱりそのアメリカの人を想像するっていう。はい、はい、じゃあアメリカ以外で外国って言った時にどこの国を想像しますか？カナダ。カナダ。カナダってなんかいろんな人が住んでる国で、すっごく大きいから、なんかすごい勉強しやすいというか、学びやすいみたいな聞いたことがあります。じゃあ1個目の質問が、外国人と聞いたらどこの国の人を想像しますか？私はアメリカ人を想像しますね。それなぜですか？個人的に日本で出会う人が
出会う外国人の方がアメリカ人が多いなっていう印象がすごい強いのでそう感じました。はいはいはい、なるほど。結構それ外国人と交流する機会があったりしますか？なんか私出身とか地元が横浜なんですけど、はい、横浜って最近はまあ少ないんですけど結構外国の方がいらっしゃることがすごく多くて、それこそみなとみらいとか歩いてるとこう道端で出会う人とか話をこう聞いてくる、道を聞いてくる方とかもいらっしゃるので、そういう方を見てるとやっぱアメリカの方が多いのかなっていうのは印象に受けます。なるほど、ありがとうございます。どうですか？私もアメリカ人ですかね。で、理由としては多分なんか一番身近な外国がアメリカかなっていうので、まあ、英語を勉強してるっていうのもありますし、なんかアメリカから そのマクドナルドとかそういう企業もいっぱいあるんで、やっぱりなんか外国人って言われるとなんかあの英語を喋ってるなんか金髪の男の人みたいなのをイメージすることが多いですね。ちなみに、じゃあアメリカ以外で外国人とか外国って言われた時にどこの国の人を想像しますか？アメリカじゃないと私は中国人の方ですかね。やっぱり東京来てからすごい中国人の方が多いなっていうのはすごい感じるので、そうですね、アメリカの次は、うん、中国人。結構街歩いて耳に入ってくるのも英語か中国語っていう感じがしますね。ありがとうございます。どうですか？あ、私も同じですね。中国人。中国人。あの今言ってたのもそうですし、あのニュースとかでもやっぱ取り上げられるときに中国人にこの日本の製品がすごく人気だとかいうのもすごい聞きますし、実際にやっぱ出会う人数は多いので圧倒的にそこですかね。うん、はい、外国人と聞いたらどこの国の人を想像しますか？私はアメリカの方を想像します。アメリカ人、うんうん、なぜですか？なぜ、なんかアメリカ人口も多いですし、うん、国土も大きいですし、うん、なんか外国人っていうイメージが漠然とあります。私も完全に同じですね。外人っていうと結構、うん、日本の内気さと違くて、なんか明るくて陽気なイメージがあるんで、うん、そうするとイコールアメリカ人っていうイメージがあります、うんうん、じゃあそのアメリカ以外だったらどこの国の人を想像しますか？でもなんかなんとなくヨーロッパとかね、そういうアジア系じゃなくて、うんうんうん、なんか白人をイメージしちゃうかな。じゃあ外国人って聞くとやっぱり白人のイメージが最初に来る、うん、なんとなく私、うん、まあ他の白人だったらヨーロッパの人かなっていう感じ、よくある金髪と、うんうん、青い目と絵に描いたような、外国人と聞いたらどこの国の人を想像しますか？アメリカです。アメリカ人つまんないかもしれないけど、いやいやアメリカです。うん、なんでですか？アメリカが外国で一番初めに知った国だからかもしれない。あー、ちっちゃい頃に なんとなくだけど、うん、はい、うん、私もアメリカです。アメリカですか？おー、なんでですか？なんか最初に習う二言語目って英語じゃないですか、多分。あー、確かに。そう、だからだと思います。普通に学校に習うのが英語だし、まあ、そこの授業に先生とかも英語の、そう、アメリカの方が来てたか。確かに、その印象がじゃあ強い。確かにそうかもしれない。幼稚園でそうでした、英語の先生がいました。へえ。アメリカ人の、じゃあそこのイメージが強くて、結構外国人といえばもうアメリカ人のイメージがあるっていう、うん、アメリカ以外で外国人って言われた時にどこの国を想像しますか？どこだ、でもなんかやっぱ英語使う国だと思います。イギリスとか、うんうん、そっち系だと思います。いや、私もそうかも、イギリスとか。そう、あ、なんか英語のイメージ。あー、やっぱ英語、外国人といえば英語っていうところがまず強い、うんうん、この最初はそうです、ね、韓国人とか中国人になってると外国って感じしないかも、近いから。あー、逆にアジア、同じアジア、アジア人って言われたら韓国人になるけど、外国人って遠い国の人想像します。あー、それ面白いですね、新しい意見だ、確かに。Thank you for watching. Hopefully you enjoyed it. In conclusion,The result was 100% the US. It was actually predictable for most Japanese people, but the reason was quite interesting. I thought that the influence of dramas or movies is really significant. And the interesting thing to me was that when it comes to Korean or Chinese, you know, we are all Asian people, so they don't seem like
foreigners so much. Okay, that's pretty much it. If you have any thoughts or questions, please let me know in the comments down below. And don't forget to subscribe and hit the good button. All right, see you in the next video. Bye bye. え、私もアメリカ人。アメリカ人、はい、なんでですか。え、なんかね、米国ってさ、うん、米国イコールアメリカみたいな。え、それアメリカだよ。米国ってアメリカだよ。米国イコールアメリカ。米国ってアメリカのことだよ。最高。カットで。絶対に使います。